世の中には労働基準法っていう法律があるんですよ。気にしてるんだよ。だからやっぱ同じことやろうとした時にあれって多分思うと思うんですよ。なるほどな、うん、労働基準法だ。定着してんのかな。いやまあそれはロケ期間中だから、うん、睡眠時間は労働時間が長い企画もあるよ。あらあらあら、88%。でも彼らのとの契約としては別にね、あの時給で雇ってるわけじゃないから確かにな、まあ、別にいいんじゃないか。まあロケもな、だから西村君何を言い出すんだよ。いやだから再現性ないなっていうのそこら辺なんですよね。ああ再現性はないよ。確かに再現性がないといわゆるそういう商売にならないというか、なんかねそれは商売大きくならないね。俺でずっと家内製紙工業やらなきゃいけないってことだね。そうなるとね、いいもの作ったでも使えないまた新しいことっていうの焼き畑農業じゃないですか。はい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 。確かにこれと同じものを作れて作れない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 。そこでだからたまたまの偶然じゃないかっていうのも、まあ確かにね、うん、やっぱ信憑性があるなと思っちゃう。ここを認めるか認めないかで今後のやっぱり先行きがと思うと、それも飲んだ方がいいじゃないかって。たまたまでしたってことでしょ。たまたまできた。この場は入ったら。そうかそうか。彼にも人生があるじゃないか。彼に当時人生なかったわけだから。別にいいでしょ。そこからもう完全に僕の飽きたからして、大変に焦がして自分はボートで豆食ってる。おじさん、もうちょっと食べてください。